はい、ええ、三千百五十一回始めます。え八月二日。金曜日入ったところですね。もう八月ですよ。八月早いね。うん。はい。今日はニュースだけちゃちゃといきますよ。これ、まあ、詐欺時間なんで、さっきやったね、あの、詐欺レッド。今日六件だったのかな。あそこに含めても良かったんだけど。まあ、まあ、まあ、あの、まあ、若干、あの。毛色の違う詐欺なんでね。あの、単独でこれ。 話してみますよ、えー、チューリップテレビ、これ、富山だね、富山、うん、個人情報を言い当てた警察官名乗る男っていうことでね、自分の個人情報、まあ、住所とか、氏名とか、年齢とか、生年月日とか、そういったものをまあ、全部、ある程度分かられてたということで、まあ、信頼しきっちゃったんだね、これね、70代女性、2000万円騙し取られるっていうことでね、えー、ネット銀行の口座開設進められるっていうことで、はい。 個人情報を言い当てた警察官を名乗る男から紙の通帳は危ないよと、うん。こちらで手続きをするなどと言われて、まあ、今はね、まあ、70代女性だから紙の通帳、まあ、私もいまだに持ってるけどあの紙の通帳は危ないよと言われてね70代女性ね、うん、まあまあまあ約2000万円騙し取られる被害に遭ったということでね まあネット銀行の開設を進められ、えー、たということですね、5, 5月30日、富山県,県、これ何市だっけ、射水市って書いて、これ何て言うんでしたっけ、うん、ちょっとね、読み方違うと思う、これ、ちょっと今、検索し、検索、検索しとくんだっら、すいませんね、うん、えー、まあまあまあ、いいや、こんなのいいな、あのあとすいません、射水市でいきます。うん えっとね、これちょっとと読み方違うと思う思私ね死の読み方勉強してるんだけど富山県までまだ行ってないんだよね富山県射水市の70代女性宅の電話電話が来て警視庁中央警察署の警察官名乗る何 <laughs> で警視庁が富山県に電話するんだっていうのがあるんだけどまあ騙されちゃう方はね騙されちゃうんだねこれね電話があって銀行員があなたのあなた名義の口座に 悪いいいものの代金を振り込んんでいたと意味わかんないね銀行員があなたの名義の口座に悪いものを振り込んでいたと、えー、マイナンバーカードを落としたことがあるかなどと言われて、うん、聞かれたとその後警察官男が住所指名生年月日等を言い当てたとそんで70代女性はこの男のを信用してしまったと、うん、あなたは共犯者になりあの裁判になるかもしれないとかまあ脅されたんだね。 そんでうんぬんかんぬん言われて、まあ、ネットで口座開けと言われて開設した口座に2004万円を振り替えたっていうことだね。いうことでまあ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 、あのー、騙されてしまったっていうことで私ね,このね個人情報を言い当てるっていうことに関して言うと、まあ、信用するよね。自分のことを信用するしあの信用、まあ、するしっていうか私はしないけど。 あの個人情報全部握られてたらね信用ねできるしねまあ、銀行の方なのかな公的な方なのかなっていう感じで思う人もいるでしょうあとあの握られてるっていうことでなんか個人情報を握られてるっていうことで若干脅されてる感じもするよね全部知ってんだよあなたのこと住所も電話番号も知ってるんだよいうことを聞かないとねお宅に行くよみたいなニュアンスもあるよね個人情報を握られちゃうと。 だからやっぱ個人情報って重要よ重要なんだけど今どき本当にいろんなところから漏えいしてあの銀行からも漏えいするしね、うんあのー、携帯電話会社のキャリアからねあの大手ドコモとか au とか楽天とかあとソフトバンクとかからも、まあ、全部じゃないけど時々出るよね、うん、個人情報流出あと LINE とかそういったところからも、うんまあ、全部じゃないけど結構ちょくちょく出てるじゃないですか。うん ね、公,的の機関公的機関なんかからも個人情報出たりするからね生年月日とか電話番号とかそういうことでねあの個人情報はもう自分の番号をある程度で自分の情報出回ってるぐらいに思ってた方がいいと思ううんもうしょうがない名前電話番号住所生年月日ぐらいはもういろんなところに出回ってるぐらいに思ってた方がいいと思うようんその方がねいろんな個人情報やっぱりねあ,のあんまり出さないことよ世の中にねなんかの会員ば 会員カードとかね、あのー、ガソリンスタンドとかそういうとこがあんまりねあの個人情報っていうのは出さないっていうことが一つとあと言い当てられるっていうのは当たり前に思ってくださいこれ、うん、言い当てられたから公的な人とは思わないこと信用できるとは思わないこと、うん、私ねこれで言ったらねあの似たような、うん、この詐欺とかじゃないけどね若い頃あの <laughs> 若い頃なんちゃってなんちゃって占い師やってたんですよ私本当に。 占いもね何、うん、ていうかな人の心理読んで言い当てるってことできんのよ、うん。あなた今、ね、彼あの交際相手いないでしょとかね、うん、割と1年以内に別れたばっかりじゃないですかとか言うと結構当たるのね、うん、もう可能性確率の問題で言ってくる。ね あなた兄弟いませんよねとかね例えば <laughs> 大体当たるの、うん、あの「今兄弟いませんよねいるにしてもね」とかね例えば逃げ道作ってトークで「いるにしてもまあいても1人だと思いますよ」とかね、うん、もう本当に統計通り行くわけ大体今1人っ子か2人兄弟だからだいたい一人っ子にかけたら「兄弟いませんよね」って言ってみて。 大体当た当るんですよ、うん、で当たんなかったらその顔を見てねいるにしても一人ですよねっつってそしたら当たるんですよ大体もう7割8割方当たるから、うん、9割方当たるから、うん、あのー「とかね彼氏いないでしょ」とかね、うん、言うと大体当たるんですよ <laughs> 大体占い来る人は大体彼氏いないから <laughs> とかそういうのでね私占いやってたことありますよ、うん、大体当たる十中八九当たる、うん、そんでやっぱ当てられると信用するのね ここれも当たってるこれもも当当たたたっっててるるみたいな感じでね、うん、でね今仕事で悩み抱えてますよねなんて言われたら大体9割方抱えてるから <laughs> 大体当たるんですよするともうね占い当たったとかなっちゃってね私なんちゃって占い師してたことあるんですよこれで、うん、あのね一応ねあの手数を見てみたりよあのトランプでやってみたりいろいろやるんだけどそんなのは全然わかんないのよ。 自分のことを言い当てられるとなんか信用したくなる気持ちもわかるんだけどもあの簡単だから、うん、でもう実際に個人情報というのは出回ってるからこれ、うんあのねうん、だから言い当てられたからって言ってね相手信用しないっていうことですよ、うん、簡単だから割と私もねだから詐欺師になれ,なればなれるのかも。 あの能力はあるんだと思うよ私もだけどやっぱりね人騙すとかいうのは私はできないねい、うん、かっこつけるわけじゃないけどできないよ人騙すっていうのはなかなか、うん、やっぱり天性の資質みたいなのあると思うよ詐欺師、うん、になるにはねなろうと思ってなれるわけじゃないしならないって言ってならないわけでもないと思うよ詐欺師っていうのは、うん、あの自然にできるんだからできる人は詐欺師ね、うん、人騙す行為っていうのは できる人は自然にできちゃう生まれ持って、うん、とも私は思ってる、うん。ということでね皆さん、あのー、たくさんあるんでねこ今回富山チューリップテレビの、ね、この70代女性は自分の個人情報を、ね、バッと、ね、警察官名乗る人物にかなり言い当てられたんで信用しきって2,000万円以上、ねあのー、被害に遭った2,000万円か騙し取られてるみたいですけど個人情報を、ね、言い当てられたからって言って。 ね、その情報、どこか,からかから漏れてるかもしれないんでね。あの公的な人じゃない可能性が大。なんで、あの個人情報を言い当てられたからっ,って、その人信用するってことはないようにっていうお話しました。はい、終わりたいと思います。三千百五十一回終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。